蘇シオ流通センター駅は埼玉県熊谷市戸井出にある秩父鉄道秩父本線の駅である。当駅は熊谷市並びに近接する行田市、漁師の要望による西岸駅として設置された新駅であり、秩父本線の持田駅、熊谷駅間に設置された。駅舎の建設費用である約一億九千二百万円は熊谷市及び行田市で折半する形で合意したが、 国庫より3分の1の地域公共交通確保、維持改善事業費補助金の交付を受けられたため、漁師の負担額が軽減された。国庫補助に伴い、漁師に代わって法定協議会である熊谷市地域公共交通会議が新駅建設事業主体となり、交通会議から秩父鉄道に事業委託をする形で建設された。駅名は二0十五年秋に熊谷市及び 行田市にて公募された。最多応募は当駅の南方に所在する、熊谷流通センターに由来する、流通センター駅であったが、既存の他社路線駅との混同を避けるために、熊谷流通センターの愛称、蘇師を熊谷を冠して、蘇師を流通センター駅を正式名称として採用した。名称の由来も、所在地も、熊谷であるが、あくまで、行田市との共同西岸駅であるため、 熊谷は省かれている。建設中のソシオ流通センター駅ホームの駅名標、タッチパネル式の券売機長さ70メートルの短式ホーム一面一線及び駅舎を有している。2019年度の利用者数は秩父本線37駅中18位。年度ごとの1日平均乗車人員は以下の通り。駅所在地は熊谷市トイレで線路北川の田園地帯が 相当するが、そちら側に出入り口は設けられておらず、出入り口を含む駅関連施設の多くは、線路挟んで反対側の熊谷市、鞘電寺内に設けられている。このため、計画発表当初は、鞘電寺内の新駅としていたが、最終的に問い出が正式な所在地とされた。また、行田市との市境部に近接しており、 東側にある線路沿いの駐輪場及び既存の住宅地、工場はすでに行田市持ちだとなる。駅舎、ロータリーから出口方面へ進むとすぐに、漁師街地を結ぶ埼玉県道128号、熊谷羽生線と交差し、直進方向左手が熊谷聖火市場であり、さらに進むと熊谷流通センターの敷地内に入る。漁師のコミュニティバスのうち、 もともと近隣を走っていた路線が、いずれも開業と同時に、ロータリーに乗り入れを開始した。乗り場はいずれも駅舎出て、正面左手にある。当駅の開設が決定する前の2015年1月までは、朝日自動車数営業所の熊谷駅行田地区の、系統が当時の国道125号を走っていたが廃止されており、 その代替で当駅が開設されるまで、悠々バスが暫定的に従来のルートから大幅に迂回して1日1本のみ乗り入れ、当駅開設に合わせて正式に乗り入れた。その他、行田市のデマンドタクシーにおける、行田市外唯一の指定乗降場所に、市内循環バス停留所の一つとして指定されている。ありがとうございます。